はい、こんにちは、こんばんは、たかです。まあ、とにかくここ円が弱いですね。介入なんかの警戒感というのも徐々にこう出てきているようです。市場の方もだいぶ神経質になってはいるようですけども、まあ、円の動き、これがまあ面白いということにはなってくるんですかね。ただ注意したいのが黒線。まあ、ドル円なんかこう高値をどんどん更新してきてますからね、介入を見るにしてもトレンドを見るにしても、まあ、面白い動きにはなっているかと思います。ただ一方で黒線、まあ、例えばユーロ円ポンド円、ゴールドでもそうですけどね、これ高値まだ更新してないんですよね。円が弱いわけですからすごく底堅いのはわかるんですけども、一方で、高値に目をやると高値は更新していないわけで、どちらを見ていけばいいのかとちょっとまあ悩ましい動きになっているように思います。なのでまあ僕自身はこの円相場というのを見ていくんであれば、まあ、ドル円一択ですかね、まあ、ドル円に注目をしていけばいいのかなと、まあ、一方で黒線というのはちょっとこう難しい動きになってきそうでね、まあ、値動きとしてはまあ振らされやすい状況はあるかなというふうに思いますので注意は必要ですね。あとはまあドルですね。このドルに関してもトレンドが出てます。まあドル強いですね。このドルが強い、これは変わらず見ていくことになりそうですね。これを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、チャートの方を見てももうドル高、これも綺麗に出てますね。下落トレンドが見えています。流れ自体まだ、日足を見ていくと陰線が出てますからね、止まっていないという向きもあるかと思いますけども、ただこの中の動き、見ているとこ上がったり下がったりはしてきてますんでね、このあたりで一旦の調整には備えたいところ。調整が出てくるんなら、まあ、売り目線というのが変わるわけではないんですけどね、ただ上下の動きはあってもいいのかなというふうに思いますので、まあ、ドルを買っていくんであれば買う場所、まあ、売り場を探っていくんであれば売る場所というのはあるかなというふうに思います。例えば今のこの現在地は、調整レンジを見ていく場合はおそらく安値圏付近になってくるかなと。抜けてくれればいいんですけどね、抜けずにまたレンジということになってくると戻す場面というのは当然出てくるかと思います。まあ、そういったリスクを負って、まあ、この位置から売っていくのかどうかですね。僕はやっぱりまあそこは慎重になってしまいますね。戻り売りを強く意識したい、調整レンジの高値からの売りは意識したいところです。まあ、ですから昨日なんかもね、戻りはこう入っていたわけですけども、まあ、こういった戻りに、注目をして、売り場を探るというところをこう見ていきたいですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。まあ、日足だと下落トレンドというところもね、見ていくわけですけども、短期足を見ていくとも調整の動きというふうに見ていく方が妥当かなというふうに思えてしまいますけども、どうでしょうかね。高値が 1.06 の後半あたり、安値が 1.06 の前半あたり、現在地はまあ前半ですね、安値圏ということになりますから、まあ、売りは見たいわけですね。ただここで売るかどうかというのは、これはやっぱり慎重になってしまうかなと思います。安全に見ていくんであれば、戻りを待ってのショート、高値抜けたら一旦撤退というところがね、メインシナリオになってくるかなと思います。ただまあとにかく今ドルが強いというのもありますからね、いつ下の方に抜けてきてもおかしくないと思います。抜けの動きに期待をするのが間違いだとは思わないんですけども、ここはもうリスクの取り方の問題ですね。ということで、まあ、現在地からこう積極的に売りを仕掛けていくというのはちょっとこう難しい場面もありそうでね、そこは慎重に見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に傾斜を重ねています。昨日も突発的に、少しこう円が買われたりもしましたけどね、まあ、ちょっとこう神経質な状況ですね。まあ、いつこう介入、まあ、今はこうレートチェックなんか入ってませんからね、まあ、ひとまずまあレートチェックかなというふうに思いますけどね、そういった、まあ、いつ何が起こってもおかしくないような、まあ、そういった状況雰囲気は出てきたかなというふうに思います。ただ、まあ、この黒線を見ていくと実はそんなに動いてないんですね。まあ、このレンジの幅は相当広いんですけども、まあ、言ってもこう上がったり下がったりしているだけと、高値をどんどん取っているのは実はドル円だけなんですね。ただまあみんなやっぱり注目するのはドル円ということで、まあとにかく円が弱いという状況にはなっています。まあこういった環境もありますからね、この円相場というところに注目をしていくんであれば、まあ今はドル円を見ていけばいいのかなというふうに思いますね。黒線に関しては、現在の環境というのはもうドル円を見ていただいても調整局面、まあ、レンジ相場なんですね。レンジですからね、上がったり下がったりしてしまうわけですね。そこにこう優位性を求めてしまってもなかなかまあ難しいと思います。特に今のこの円相場というのは、環境としても難しいと思いますから、まあ、この円が絡む通貨をトレードしていくんであれば、僕はもうドル円をね、見ていけばいいのかなというふうに思いますね。調整レンジがはっきり見えてます。調整局面ですからね、慎重な判断は必要かなと思いますね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。これもドルが強い環境はっきりチャートの方では見られます。下落トレンドですね。このあたり、まあ、ちょっとこう上がったり下がったりもしていますので、一旦の調整局面には僕はもう備えていこうかと思うんですけども、調整になったからといってこうリバウンドを期待するわけではなくて、あくまで流れは下を向いてますから、まあ、売り場は探りたいなというふうに思うんですね。ただ現在地が問題で、なかなかまあこの位置から積極的なショートというのはちょっとこう難しいのかなと。まあ、ブレイクしてくれればやっぱり流れも出てきそうですからね、ノーチャンスというわけではないですし、
まあ、狙いが悪いというわけではないんですけども、抜けなければやっぱりレンジというのが意識されてきそうで、買い戻される場面というのもね、どこかには出てくるかもしれません。そうやってリスクを取って、まあ、ショートをしていくかどうかというところなんだと思いますね。はい、こちらが15分足、4時間消化されています。まあ、ユーロドルと基本的にはもうチャート同じですね。下落トレンドは見えてるわけですけども、このあたり、これを調整と見ていくか、下落トレンドの継続と見ていくか、日足を見ていくとまだ下への流れは出てはいるんですけども、短期足見ていくと、まあ、明らかに調整っぽい動きになってきていますから、まあ、一旦レンジは疑って見ていこうかなと。そうすると現在地がなかなか、まあ、売りにくい位置なんですよね。まあ、売り目線も全然変わりません。どこで売るのかというのを考えたいチャートだと思うんですけども、まあ、安値で売るというのはね、なかなか、まあ、トレードとしては難しいのかなと。まあ、抜けてくれるといいんですけどね、抜けなければレンジの継続、戻す場面というのが出てきてもおかしくないですから、ショートしていくんならこの動きに付き合わない、まあ、そういったところでこうショートは仕掛けていきたいですね。あとは見えてる高値、例えば月曜日火曜日このあたりの高値を抜けてくると、少し環境の方も変わってきそうですから、まあ、一旦こうショートを見ていくんならば、まあ、この高値バックですかね、今週の高値バック 1.24 の後半あたり、このあたりを戻りの高値、ブルベアの分岐点と今回は見ていこうかなと思います。はい、変わりまして、こちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。これもやっぱりレンジ相場なんですね。高安抜けていないということで、黒線、やっぱりまあこういった、ね、動きになってしまってるんですね。この円が絡む通貨、本当にこう大きくトレンドが出てるのはドル円だけというところがありますんで、まあ、見ていくんならドル円優先、黒線に関してはちょっとこう難しい環境だというのは抑えておきたいですね。ただまあ動かないというところを意識して見ていますので、例えばこう調整レンジが得意な方、まあ、レンジ相場が得意な方なんかね、こういったところをバックに一回打ってみるというのは、まあ一つ面白いかもしれません。まあ、僕がね、こうトレンド好きというところもあってね、こういった相場というのはなかなかまあ手は出しにくいなと思ってしまうんですけどね。ただ、レンジが得意な方なんかは、この線を見ていくのもまあありだとは思いますね。ただまあ本当にこうね、方向感なく、フラフラしてるなといった印象がありますんでね、値動きには十分注意、フラされないようにはしたいですね。はい、変わりまして、こちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。5ドルだけが、まあ、かなりこう、しっかりトレンドが出ている状況ですね。売りのトレンドがしっかり出ています。まあ、5ドル売りがこう、強く出ているんですね。ドル相全般的に僕は調整の動きは見ているんですけども、一つが、この5ドルだけが、なかなかまあ、調整っぽい動きが見られないんですね。トレンドがしっかり出ています。まあ、チャートだけで見ていくんなら、売りのトレンドがかなりこう強く出てますからね。今日も安値更新はしっかり見たいということになるわけですけども。ただ一方で、ポンドドルとかね、ユーロドルとか、そのあたりを見ていると、一旦の調整っぽい動きにはなっていますから、まあ、そこも踏まえてどう見ていくのかと。高値でこう売れてるんであればね、握ってこう引っ張ってみるというのも一つ面白いと思いますけども、現状こうポジションがないような状況で、今この位置から、じゃあトレンドが出ているからと、積極的にこうガンガンショートを入れていくというのはちょっとこう難しいのかもですね。まあ、チャート見ていくとこうロングをしていくような根拠というのはちょっとこう見えてこないんでね、ショートを見ていくか、まあ、突っ込み環境に警戒をして、様子を見ていくかというところになるかと思いますけども、これもポンドとかユーロ、このあたりも調整の動きが見られないんであればね、まあ、売りを見ても面白いと思うんですけども、まあ、個人的にはちょっとこう突っ込んだ環境というのがね、少しまあ意識されてきそうで、まあ、突っ込み売りに対しての警戒心というのは少し持ってしまうかなと。僕もこうショート持ってないですからね、そうなるとまあ一旦の様子見ということになってきそう。一旦このあたりでレンジが見えてくるとこうトレードはやりやすくなるかなというふうに思うんですけどね、まあ、どうなりますかね。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に冷え性を重ねています。まあ、円がとても弱いと、ただ5ドルにもこう売りが入ってきてしまっているということで、まあ、一番こう見るのに難しいチャートになってしまっています。5ドル売り、円売り相場ということになりますね。まあ、動かないということになってしまいます。チャートの方を見ていくとサポートまだ割り込んでいません。高値も抜けていない状況で、つまりはまあ、黒線、他の通貨と同じですね。レンジっぽい動きになってしまっているわけですけども、さらに5ドル売り、円売り相場ということにもなってしまってますから、もう全く方向感がないような状況ですね。レンジの現在地も真ん中と、まあ、何を基準にこうトレードしていけばいいのかというのが全く見えてこないチャートになりますんで、まあ、ボーラーはそれなりにあるんですけどね、まあ、トレンドが見えてこない、流れが見えてこないということで、まあ、こういう通貨をトレードするって本当に難しいと思いますんでね、まあ、僕ならもう様子見ということになりますね。何かこう5ドルに買いが入ってくるとか、まあ、例えば円買いでもいいんですけどね、一つこう流れが見えてくると面白くなってくると思うんですけども、今はちょっと流れが見えてこないですね。はい、ということで、最後にこう円指数また見たいと思いますけど、下落トレンドの調整局面見てるわけですけども、まあ、いつ下に抜けてもおかしくないような動きになってきてますよね。終値ベースでは安値を更新する動きになってきています。ドル円を見ていくと155円に迫ろうかといった動き、まあ、いつ何が起こってもおかしくないような状況だと思います。
ただ、まあ、介入を見るにしてもね、介入は無視するにしても、今はやっぱりこう円が絡む通貨というのはドル円が本当にいい動きをしてますんでね、この円相場というのを見ていくんだらば、僕はもうドル円もね、注目をすればいいのかなというふうに思いますね。はい、あとはドルインデックス。まあドルが強いですよね。上昇トレンドが見えてるわけですけども、まだ流れが止まってるようにはちょっとこう見えない。ただ押しなんかもしっかり入ってきてます。まあ上昇に関しても勢いも弱まってきてますからね。このあたりで一旦の調整の動きなんかには備えたいところ。高値を掴むとかね、そういったのはちょっとこう避けたいところですね。ただ、まあだからといってこうドルを売っていくような流れにはなってないですからね。基本的にドルを買っていく場所を探る。これは変わらず見ていくことにはなりそうです。ということで、まあ、基本的にはドルの買い場探し、ドルストの売り場をしっかり探していきたいと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。